はあ、はいはい。あ、暑いね。暑いよ。雨が降らないんだもん。雨季でしょ今は。雨季ですよ。今宵の頃から言えば雨季なんだけどさ、降らないね。降らないね。あのね、うん、お客さん来てないじゃない今日も。いやいや、まだ来てない。そういうことです。そうよ。そりゃそうなんだけどさ。今来てないでしょ。うん、私思った、はい。思っちゃった。何を？暑いから。暑いね。うちクーラーガンガンなんやけどね。何の話してんの？うちクーラーガンガンでしょ？あんたね、あれ18度設定やめてもらえる？あれね、電気代あの払うの私じゃない？だって私靴下3枚履きしてるもん。ああそうね、わかるわかる。私もね、カイロをね、うん、背中に2枚、前に1枚、足の裏に2枚貼ってんの。で電気代高く払ってんだからどうしようもないね。いや、お客様でもで寒すぎて来ないの？お客さん。いや男の人はだって体温高いからさ、ね、このぐらいがちょうどいいね、冷蔵庫みたいな。ああなるほどね、汗かいてもなんだかね。変な気使って汗かいてんじゃないのあれ。そうか、違うんだ。じっとりあのね、うん、あの手のひらに、ね、そうそうそう、あの部長なんて言ってさ手握っちゃうと変な汗かいてるのあれ何のかしら。ちょっと粘り気のあるね。そうそうそう、あのこめかみから変な汗が吹き出せてる時があるね。何をしてるの？うん、何かな。困ったね。困ったね。来れないね。うん、そうです。いや今からよ。そうよ。うん、あのね外がね暑いからじゃないかなって思ってんのね私はね。そろそろね。そうよ、そろそろ、ね、もうこの店も何年やってんのこれ。何年ですか。あれ7年よ中途半端に。あらラッキーセブン、うん、何が中途半端ですか。そうよ、25の時からやってんだから。ちょっとそれもなかなかのこの7年だったら私も老けるわよね。あのサバの読み方がなかなか雑でいいですよね。何かおかしいことがあるかしら。いやかなりですね。飲みましょうかってね。私の来てないチーフ、あの、はい、今はよって返事したね。チーフって言ったよって言ったね。びっくりしたね。ニョマンのチーフでしょ。おーニョチーフ、今日はニョマンの日なの。ニョマンの日、あの人何やってもいやーって言うからね。あるのいやー、ないのいやーってでしょ。ああいう、ね、ああいうチーフは実際ね業務上困っちゃうんだけど、なんかお客さんに受けがいいのね。あの人だいたいうちのお店にチーフなんかいるんでしょうか、うん、何言ってんのこれ。72名座、72席があるこの、あのクラブナオミでありちゃんいるのかね。あんたねそうここの片隅にしかいないから ね、このボックス席一つだと思ってるかもしれないですけどね。見えない、向こうの方にね。ノンタンはいない。ノンタンね、うん、あの忙しいって、あのバイトでしょ。あの人本業あんね、本業が忙しいの。どそんな暇な店に行けないよって言った。あら、ちゃんと払ってますの？バイト？うん、払ってるよ。時給た一番高いんだから私たちの中で。バイトが一番高いね。困っちゃうね。飲んだね、飲んだ。あの第2回目に出たからね、気軽に来る人かなと思ってたらね、あのそうでもないな。ラッキー、あのレアキャラだから、ね、見つけた時ははいラッキー。はいラッキー。うん、そういうことで。まあね、あのほら、あの来るでしょ。まだ9時半だから ね、 そ う、 ね、うん、うち、あの1時まで営業してるからね。まだ長いわけで10時半、11時半、12時半、1時半ね。あと4時間あるでしょ。4時間ですね。72席ガラガラだから、うう団体さんが来ていただいても、ね、そうですよ、ね、うん、来てくださいよ。そう、見渡せない。見渡せるけど見渡せない、よく見えない。そんなね、うん、ちょっと足上げてていいから。いい、足むくむでしょピンヒールは。足向こむから上げといてりーちゃん。じゃあね、今日もほらあれやってるみたいだから。そうね、なんかこれ聞いてるとお客さん来るじゃない、うん、なんとなく ね、 なくね、聞いて一番盛り上がってる時に来んのよ。もうやめプチッとなってね。なんか4回目らしいよ。あら、うん、ラッキー、ラッキー4ですよ。あらラッキー4聞いてみ よ、 みよう。りーちゃん、あれ リモコンに変わったの。リモコンよ。リモコンに変わったでしょこの間、あの電気屋さん来てリモコンに変えてもらったからね。そうそうそう、あれでじゃあちょっとポチッとな、行ってみましょうか。聞いてみましょうよ。はい、してちょうだい。はい、ポチッとな。ナオミリーの今夜もクラブナオミで会いましょう。パカパカパーン。第4回ですか。第4回ですけど、うん、なんか入りが浅かったね、うん、最後の方しか言わなかった。分かんなかったでしょ、うん、分かんない。タイトルがね、うん、なんかここに貼っときゃいいんだよ。貼っときゃいいの。ナオミリーの今夜もあのなんかさ、あのあなんか本店あの知ってるふりして歌う人みたいな。そうね、スターヌオーみたいな。
子供が ね子供がそんなんするでしょ。いや私外国の歌ほとんどそれ、そうそれ大概それで、あれ歌ってんのかな、あ私あのイマージンみたいな、ね、そういう感じですわ。ヘブンみたいな、ピーポーそこだけなんかそれなんか演歌入っとりましたか、ね、うん、あのあれ遅音機が入ってるからね私の中には、あの私ねその歌もそんなんやけど、うん、あのチーフほらニューマンチーフが何してんのかなって覗きに来たらそんなことしてる、あコーヒー置けんのかなと思ってんだな、うん、あれですよ、うん、あの私あの歌もそうですけど私の得意技としまして、うん、あの映画とかね、はい、あるでしょ。で私らほらこのバリ島に、あチーフ遅いよ早くしていいにぐらねえや、はい、はいはいはい、うん、ぐらぐら何でもやーやー言うにょ、ね、言うにょ、はい、もうねあのアイスコーヒー持ってこられたんやけどね、シロップの量がもう制限されてます ね私が入れたから。あなるほどね、2人でバリこれあの糖尿病の人に制限であんたこれ以上ダメっていう量みたいな、あのちっちゃいカップにあの1センチぐらい ね昨日ちょうどなんかあの量が手つけてこう舐めとったシロップの量に似てたもんで、あれあらーと思って、ね、お母ちゃん見られたらしばかりそうそう、あのものすごい怒られてましたけど、あのねあのほらバリとか住んでるとですね、映画をね見る機会がその映画館もせやねんけど、あのレストランとかカフェとかでねちょっとやってるのを見るぐらいじゃないですか。ほんであのまあ、映像見たね、二人よろしダンス見たね、今ねこれラジオでしたらあかんポーズな、したらあかんポーズしてもわからないポーズをね、あの バケツの水がバッシャーってなるところのシーンよ、もう一回しようか、ちゃんとやってね、やっててちょっと関節がコキって言うからね、見え聞こえ入ってるかなこれマイク拾うもね、こうプレ肘をこう流す伸ばすときにコキって言いながらリーちゃんがあいーみたいな感じであいーみたいなこと言うんだね、そうバシャーとなるわけですけど、そうそう音楽止まるからね、そうそう、その映画とか、うん、あのミーティングもせやねん、うちら学校ね、うん、うちらリーちゃんと私の子供たちは同じ学校に行っててですね、はい、あの英語でいろんなことが行われてる学校や、はい、そのミーティング ね、この間もミーティング出て気まずい思いしたけど、はい、あんな時とか、はい、英語とか外国語のね、まあまあ主に英語ですよ、はい、映画を見てる時とかに、はい、分かったふりして今笑うとこってことだって笑うの私は、うんなるほどねとか、あそのあなたのレベルでそれか、そうなのだからね、それも似てるよね、さっきの 何の話につながるかって言ったらピーポーみたいなね、はぁ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 そうそう、あのね雰囲気を見て笑う大事、でもねこれはね、うん、あのカッコつけてるようにも見えるけど、この間のミーティングもね、今あまりに私たちがさアホ面下げてね、ポカーンってしとったら周りが気使うやん、英語のミーティング ねこのね、大丈夫かしら、あのこのね外あの黄色いモンキーズがねわからんかってね、これでどうしたらいいんやろって思ってる時に私たちがおーほーほーとか、うん、あーなるほどね、時々難しくしてうんみたいなしてるとさ、ちょっと分かってんのかなって思われて、ね、その空気を読むというんですか、素晴らしいよね、うん、ただね、分かあまりにも分かってる顔してると、うん、その件について直美どう思うとか言われると困るから、ね、なり時々こうそうそう、あのねあれあのね、あの芝居はね、うんうんうん、見ていただきたいぐらいにね、アカデミー賞ね、巧妙ですよね、助演女優賞、本当に、うん、主演とは言わん、助演女優賞だね、うんうんうん、しかし隣のおっさんの英語は全く聞き取れなかったよ、リチャードね、リチャード、チェアマンのリチャードね、それがさ進行係だからねどうしようもないんだよねいやあの人は多分イギリス人なんじゃない、あのね、私も不思議なことにさ、例えば校長の聞きやすいって聞いたぜ、校長の今ミルフィーユ食べたからね、うん、校長先生の英語っていうのが、うん、あーダメだね、オーストラリアなまりの、オーストラリアも広くござんすからね、さ日本なまりの言うてもね、日本も広ござんすよ、ドサンコ、北海道、東北、はい、なあと、うん、まあはしょって、はい、関東とはしょって怒られるな、中部だ、なんとかだ、関東だ、広島弁だ、中国なんとか地方、ま、中国四国地方ってまとめられるね、なんかねあれいいのそれで、いやどう思うの、あれは島やからね隣は、うん、うんね、バリジャワ地方って言われたらちゃうもんね、島だからね、違いますよね、でもバリ島のガイドブックには黒ボカンじゃなくてレンボガンとロンボコも入ってっからね、あそうなの、うん、まあみたいなもんで中国四国地方としては、うん、何、うん、島をまとめられちゃってもね、という気持ちはある、ありますね、ありますか、あります、あのなんか話がどんどんあれ行くけどさ、あのあるのやっぱりこう
あの例えばあのなんだかねあのごめんねごめんねっていうなんだいそれ U 字工事っていうさ、はい、漫才のコラがおるやん、うん、日本の人聞いてたらさ私らほらタイムラグがあるやん日本とあるあるお笑いとか分からへんでしょあるある今バンビーノとかでしょ多分何それバンビーノなんか何これニーブラーとかやるやつでしょさっぱり知らんニーブラーやっぱ私すいません見えてますよみたいな見えてませんよみたいなあれはもうそれの何を言ってんのかなあ本校一個前かな分からないね私もコーブラーとはニーブラーっていうでさ U 字工事あの頃おもろいからまだちゃんとやってると思うけど U 字工事ってまだいるの大体いやおもろいねであの頃の漫才見てみてうんうんであれを見てると、うん、関東な、うん、北関東、うん、私たち分からん北関東ってなんか分からんけどまあ北の関東で北オブ関東え関東オブえ北オブ関東うんノースオブ関東北オブじゃない、うん、北オブじゃさ例えば、はい、あの子らはどこやったっけな栃木かうーん栃木と群馬と茨城三つのさ、うん、県の位置なんか分からへんやん全然わかりません位置というのは実際問題地図上での位置ではなく、うん、地図上での位置もわからんかもしれへんけどん、うん、その微妙にさ、うん、茨城には負けてるけど群馬には負けてないとかさたまにおっしゃいますねおっしゃるでしょおっしゃるけどさわからんやん私らにしたらポカーン以下同文ですよね以下同文っていう東京以下同文みたいなね埼玉様らしいねなあそうなんだ、うん、そう四字工事栃木かな栃木のあの子らが埼玉様だんべーってーそれは違うべーってなるほど、うん、でそのなんかその位置関係で話すのがすごいわからんなりでおもろいねな、うん、ほんで東北とあのトレードするみたいなこと言っててまあ、トレードするってトレードするなんで東北なんか行きたくないとか言ってさ、うん、で行く時に仙台やったりって仙台はちょっとそらちょっとみたいなちょっと別格みたいな仙台はおそう仙台やったらもらってもええみたいなそんな話とかがいい、ね、面白い、うんうん、みたいなもんで中国四国地方あまあ中国にしようやん結構少ないやん広島とか岡山の人ってこの辺おるバリでおる少ないね全くもう鳥取だの、まうんうん島根だのおらんよないないおらんのかな日本にはいらねいないね人口が少ないのかなまず人口いないね100人ぐらいじゃない いやいやそんな700人ぐらいおるやろ700人ぐらいおるかな、うんうんうん、いないよあんまりあの力のあのもうちょっと奥の鉄板やあの喧嘩売りに行かないかんとか、ね、二六さんねお願いいたします、うん、二六さんの名前出てますよって怒らないブログ本当です勝手に名前出すなほって叱ってほしいで面白いお兄ちゃんなのお兄さんが、まあ、そう大概にしとけ大概にしとけでそんなみたいなもんでさ、うん、あの分からへんね私らも分からないですね、うん、どうそのまず中国地方でしょ、うん、チャイナやめてほしいよねなんか中間の中でもないじゃない、うん、なんで中国なそもそもチャイナ由来チャイナ由来なんかな、 なんか韓国のなんかペロペロっとこう入ってきた全然違うだから関西はさ、うん、関西は関東に対してその関ってどこなんやな関の西と東ってことでしょ、うんうんうん、関ってどこなんやな、うんうん、見え分からんけどあるやろな関っていうのがもうこのまたむ京都京都こっちの方やん関係ダメか私らあのなんていうんですかここであの皆既月食皆既月食とかさ、うん、あのほんまにあのアホ世界にね世間にさらけ出してさそうそうそうあ私まだいけてるって思わせるために思っていただくために、まあ、アクトレス、うん、アクタレスト、うん、アクタレストアクタレてばっかり言ってあんたはほんまにもうドンあた口悪いねもうほんまにもうって言ってるとスタッフがビクビクして直美さんがなんかまた怒ってる、 怒ってるそうみたいなもんでそれ分からない中国中、うんうん、関西関東分かるやんか、うん、分からない分からんねうん四国は4つやんかせめてそうやねなんかなんとなく分かるやん中国は中国由来中国地方中国由来の何だっけ乳酸菌ですみたいなさねなんかなんとかヨーグルト、ね、人由来とか人由来とか怖いね人由来ねなんか胎盤みたいなね胎盤飲んじゃったぐらいのねわからんでもえ要は中国地方って真ん中らの辺にあるってこと中国近いってこと全然ちゃうやんどっちかというとおけつの辺にないおけつだって九州のあそうだねうんそうね、うん、ってことは広島岡山、うん、鳥取島根、うん、山口うんあ
あったね、山口県。山口県、ね、山口県。悲しくない。悲しくない。下関。悲しくない。下関。そうだ。うん、南蛮トライからいらっしゃった下関だ。萩。なんか鍾乳洞じゃなんかあったな。ある。鍾乳洞だよ。秋。秋吉台。秋吉台。あの修学旅行でいた。おで暗闇でね、広島のね中学のえ中学、うん、ああ私小学校だって、その秋吉台の鍾乳洞つなれ、うん、あの中です、真っ暗でしょ、素晴らしいですよね、うん、で後ろにおったね可愛い女の子にね、うん、もちろんスカートのポケットに手掴まれて、うん、スカートのポケットの中に手を入れられて、あったかいって言われた、あ寒いからね、うん、まあちょっと好きやったのかもね私のことな、うん、よくなんかくっついてきた、ほんでもちろん肘鉄したんやろ後ろ、おいおいおいって言った、うん、ほんで、まあ、それの話には特別にオチもないんですけど、ね、はい、あります、その4つの国で、はい、4つの国じゃないもんな、昔は国やけどさ、藩やけどさ、それ四国やろ、あ5つやせやからごめんね山口、うん、なんかあんの、何がないよ、ない、そんなが上とか、うん、いやある人はある、広島はちょっと広島はちょっと過去とけてるやろ、ちょっとダントツやと思った、ないよってあるやん、ありえないもん、あるじゃん、だって鳥取よ、島根よ、山口よお相手が悪いけど、おたくさ、はいはい、京都とかさ奈良とかさ、うんうんうん、ちょっと太刀打ちするにはちょっとなんかこうふんって感じじゃない、ちょっと待って、私は今大阪扱い、ね、そう、まあ大阪ね、はいはい、いいよ、ふんって感じじゃない、うんうんうん、来るかおっちゅうね、うんうんうん、広島みたいな、一緒にしないでくれますかみたいな感じですか、いや そこまでも島根の人が、ね、ほら今2万5000人聞いてるでしょ、うん、なんぼ少ない言うても島根と鳥取と山口合わせ35人は聞いてない2万5000分のいやいやいや、バカにするつもりは全くこれっぽっちもないけれど、島根ってあれあるんじゃん、なんと出雲大社で、いやいや山口県のさ繁華街行ったとってわーみたいなね、島根県、島根どうだろう、ね、山口なんかで山口ですって言ったら山口さんかなと思うもんね、そうそうそう、県があったみたいな、うん、あの人山口やでって言ったら、あ山口さんって言われるもんな、そうでしょ、うんうん、こういうことだよ、うん、だから鳥取も、鳥取はまだね、なんだい、水木しげる、水木しげるがねいたから、先生がね、うんうん、あとはそれだけ境港、境港ね、うん、で結局でもゲゲの鬼太郎でしょ、ゲゲの鬼太郎だね、うん、あとは鳥取砂丘だよ、うんうん、そうそう、そんな名前もな、なあ、いや住むのとかにはすごいんでしょ、そら、ね、いいと思うよ、でもホットスポット、いや言うたらいやよう言うわ、怖いわ人をたらにあげて本当です、いや、うん、住むのにはいいねんけど、こうなんていうの、いわゆる全国的にバーンって行ってるかっていうと行ってないか、うん、今ねあの下からこうワイワイ来てますよ、ワイワイ来てる、うん、なんか移住先とかにはね、なかなか良かったりするらしいけど、しょぼいらしいですよ、いや広島いいですよ、あの何なんかこうみんな四国とか例えば、うん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 、都会に行こうってともうすぐね神戸だの、うんうんうん、大阪だのね、はいはいはい、でもう広島すっ飛ばして、中途半端な広島すっ飛ばしてもう福岡まで行っちゃえと、うんうん、ね、そういうのが今、ただまあいや広島がもう独立してもう広島できてるからわざわざ行く必要ないんでしょ、広島大阪とか別に福岡行かんでも広島が栄えてるから、いやいやだから他県の人の行動を見たら分かるっちゅうことですわ、なるほどですね、広島には行かないと、だから中国地方はチューブラリンな地方やな、チューチューです、うん、あその中国由来じゃなくて、ね、中国のチューブラリンやな、でも面白いよね、その中広島の人はさ、広島の人にとっての九州ね、うん、と、うん、私は関西人にとっての九州っていうのは、うん、もちろん広島の人の方が近いわけやん、うん、私は九州行こうかって言ったらやっぱちょっとガイドブック買ってちゃんとやってさ行こうかって思うけどさ、例えば東京ディズニーランドもさ行こうかって言ったらさ、私らもガイドブック買ってね、何ヶ月も前から行くぞって行くわけやん、うん、私ほら心配性やん、だからもう行ってどうしようもなかった時が怖いから、私ガイドブック2種類買って用意しても寝られへんかってんから、マジでそれは自分が楽しもうとかじゃなくて、うん、一緒に行く人たちをがっくりさせてはいけないという思い で最終的にはあのディズニーランドにすごく行ってる東京のお友達が見かねたかなんかで、うん、一緒に行ってあげましょうかって言ってくれて、うん、行ってくださいっつってお願いしたの助かったっつって、いい人なの、うん、で東京の人とか、まあ、千葉かな、あの辺の人らにしたらさ、週末行くみたいな感じなんでしょきっと、だろう ねあれ面白いよね、近所の人にしたらもうディズニーランドええわというぐらいの、でなんか金持ち県とかあるんでしょ、もうそういう陰惨な世界が嫌いだ、金持ち県、うん、
なんか並ばなくていいんだろ、その金持ち券なんとかファーストなんとかな、うん、いや大概さあんなさ2時間も並ばれへんよな。無理、うちはもうねあのネズミランドということにしてるね。ネズミランド、うん、で岡山にあるのよ、和州山ハイランドブラジルテーマパークが立て座れのやつがもうそれあのチューピーっていうね、うん、ネズミなんですよ、そこ の、 あのキャラクターも。ー和州山ハイランド、まあまあ、横通ったとこでしょ。そうですよ、和州山ハイランドが これがネズミランドだぞって2、3回連れてきました。もうそれで十分ブラジリアン、ほんと真冬でもあの格好だからね、あのリオのカーニバル、お尻大きいよ、いいよ、おじさんポカーンと見てますからね。だって座れて命令されるんでしょ、パレード。そうパレードみんな来いよ言うてちょっと やから、立て座れ、立て座れ、なんで来ないかって怒られるんですよねあれね、気の弱い人と心臓の弱い人を来ないでくださいって言って、ワシューザンハイランドね、これね、アイランド、ハイランド、ね、ハイランド、何に出たの。あのね一個ね、レールの上を自転車自転車みたいなのがあって、それがあまりにも恐ろしいっていう、実は日本で一番恐ろしいあれじゃないかっていうので、だから怖いっていうのはコースが怖いとかじゃなくて、うん、機能というかその安全性に問題があって怖いってことね。そう、何もベルトもしないよ、二人で漕ぐね。あそう、うん、でそれがもう、あ、真下落ちた死ぬみたいな、もう 100% 死にますね、うん、それがまたあのこの身長制限がものすごく甘い、うん、割ともう小学生でもどうぞ自分で行けると思う人は入ってくださいみたいな、うん、これそんなん言ったらまたあれよ、あの Facebook に、うん、このね、あの今宵もなんだっけ、クラブナイナイマルスも歌っても覚えへんけど、うん、のファンページができてさ、そこにこういうちょっと出たね、はい、ラジオとかってさ、うん、何かなと思うやん、その和州山アイランド、ハイランド、二人のアイランドみたいなさ、そういうのもちゃんと入れたいと思ってるけどね、おもろいことやったらその画像も私探さなあかんやん。あ、探したい、すぐに見つかる、危ない危険自転車、和州山ハイランド、あれはすごい、ハイランドやもんな、もともとハイランドやからさ、はい、だからあそこでバンジージャンプも全部できます。もうもう私そういうの、私なフリーホールも行きます、うん、だからね、そういうの上から上から降りてその、うん、フッてなるやつあるやん、無重力になるっちゅうの、はい、もう あの感覚がもう絶対ダメ、ダメなの、やってみたらいい、ね、あいやいやいや、ダメダメダメ、それは別になんで金を払ってね、そういう死ぬかもしれないような危ないことを私が心配しの、私がせなあかんのかコニタンそういうことですよ。でやっぱりそのまあ話は戻すけどさ、そういう中国地方はそんな感じやね、そういう感じです、うん、もう誇り高き中国人。ああ、なるほどね。もう中途半端なね。いやいやいいと思うけどね。だからね。うん、惜しい広島だったじゃん。あ、じゃあそれそのそうよ。あれも、うん、なんだあの今売れてる何、うん、あの猿岩石のなんだもう一人でいるね、今売れてる。有吉。そう、うん。あの人が一番ね広島のアピールで惜しい広島って、ね。惜しい広島。なんでも惜しい。惜しいっていう感じはないけどな、広島なんかさ、うん、もうなんていうの、世界遺産2つあるから、ね、そうそう、もう広島って、うん、もう絶対的なあれがあるけど、国民県民がちょっとあぐらをかいてる、うん、ああそれ奈良も一緒じゃん、ね、ほんならワールドヘリテージが2つもあると、うん、ああなるほど、ね、なるほどなるほど、はい、まあ来いやと、来たきゃ来いやと、うんうん、来たきゃ来いやと、うん、そういうねあぐらかいたい、お好みもあるしな、おいでやす、うん、あの私ほら大阪の人間やけど、うん、まあ、奈良とのハーフやんか、ええ奈良もそうだいぶさあるしさ、ね、あのほんまに必死で来てもらう人でかいやろあれごめんけど、うんまあ、大きいと言ってもあれ玉蹴るで言うとった、あ本当、うん、だからその例えばさ、うんまあ、5、6メーターかなと思ってる人が見たらさ、うんうんうん、そんなもんだと思ってる、あそうなん、うん、そらあのヤシのさ一番上の、うん、もっと上の方ぐらいまであるけど、それがさ300メーターぐらいあるんかなと、あの自由の女神ぐらいのもう期待していくとちっちゃいと思うんじゃない、あなるほど、ね、ただあのほらあの辺の時代のさ建物っていうのがさ、うん、日本はさ、うん、あの木で作ってるわけやろ、あれすごいやろ、木やで、木でさ1000年前とかのさ、いや途中でほらあの作ったりとか燃えたりとかもしてんねんけどさ、もうそれやけどもう何百年前の話やんか、木なの、そういうのがその辺あるからな、えそうでしょ、あれ大仏殿でしょ、殿、大仏殿、大仏は何でできてるの、あだだだ大仏さんやろ、うん、あ大仏さんは木じゃないよな、どうだよね、どうか、どうかな、うん、ど う, かどうなのよいや大仏殿がな、あの辺の建物やんか、うん、なるほどね、その興福寺の、ええ奈良の大仏ってなんか入れ物に入ってるの、入れ物って建物の中、あれ外におると思う、それはなんか鎌倉ちゃうね、だっけこれどこそれ鎌倉か、間違いじゃん、あれ外出てはるのかな、またアホをさらけ出してね、はいはい、奈良の大仏は大仏殿という入れ物に入ってるの、うん、多分その大仏さん作ってから作ったんやろな、殿な、多分な、
うん、私木やから。その興福寺のさ、うん、五重の塔とかさ、正倉院しかりやけど、あれ全部木やん。うんうんうん、ね、釘一本ないですからね。しっかり作っとな。ぐっとね。しっかり作っと。そんな人間に私はなりたいな。今からは無理やな。頼らんとな、ある程度の。なるほどね。そう、そういう意味で奈良はあれやけどさ、奈良の偉いところはさ、あのその肩肘張ってないな。あの京都の帰りにちょっと寄ってもらったらそれでいいと思ってますみたいな。なるほどね、うん、でわざわざ奈良を一つ目的で来てもらったら申し訳ないと。なるほど。うちの店みたいなもんですよ。あららららら、ウブドに来たのにね、獅子さん に来たくて今日ウブドまで来ましたって言うと、いや何おっしゃってるんですかと。あのいいとこいっぱいありますから、他にも寄ってくださいよって必ず私はガイドブックを引っ張り出してきて、ここもいい、ここもいい、ここもいい。ウブド、ウブド、うん、何がいい、あ場所、あそうそう、お客さんとかがね、友達とか来るもんね。あのね、面白いもんでさ、あの住んでるとさ、あんま知らんやん、私も家と店の往復やからあんまり知らんやろ、うん、まあまあかウブド初で行きたいって言われたら金玉に、おあれもウブド行っていい、うん、だからみんな金玉に行くのためにウブドから行くっていう人が多いから、まあこっからまあ小1時間チンタマーニになるとか、チンタマーニ、あれはなんかエイプリルフールのあれらしいですけど、まあチンタマーニでも何でもいいですけれども、うん、あとはほらちょっと棚田っつの、おお、ライステラスですね、うん、うちの田舎と一緒なんてね言われてるんだけどね、ライステラスとか、あとほらこっから 2,30 分ぐらいでなんかティルターエンプルだとかなんとかっていう、あ、うん、とことか、 あとやっぱモンキーファーレスってね、あじゃらんじゃらんしていただいて、そう、ミノーから来た人はね、あれミノーの猿のあるとこと一緒ですねって言うんだけど、ああモンキーフォレスト、なるほどね、モンキーフォレストとかか、あとはちょっと前まではほらサリオーガニックってさ、あの田んぼの中にあるベジタリアンカフェとかがね、みんな行くんだ行くんだなんてワイワイ言うてたけどな、えということは今は、今は前ほどみんなワーワー言うてないような気するけどね、うん、そんなもんじゃないですか。ですか、うん、あとほら夜のパサルウブド行ったり、あれも映画のあとすぐあとはやっぱみんなパサルパサル言ってたけどな。でその後に何だっけ、もう何を通したのか忘れたよ、うちの専務が来てるからこれ、専務がこれ何のようですか、インドネシア語入りますか、何ですか、はい、アダアパアパアダアガタシャンバルタマス1,819,000 jadinya. Apa ni? 3,000 jadinya. 3,000 naik jadinya ya. Ongkos jadinya. Kurang. 19,000. 19,000 na. Hai. Ya. Okey. Kiyo himitsu ga bari bari to. Ya ya. 19,000. Okey. Okey lah. Itu kan yang isi pita India. So itu itu. Hai. Gitu dah. Ya. Nanti ya. ということですね。うん。そんなもんじゃない。で、あの夜にほら。うん。踊りが。ダンスがありますでしょ、毎日。あれはウブドしかないの？うん、ウブドしかないことはないけれども、あのホテルの中でディナーとなんとかみたいなのはあるけれども、ああいうお寺みたいな中でね、やってるっていうのはやっぱまだ未だにウブドとか、昔あの昔ってことない、今もあるんやけど、バットブラン、はいはい、で昼間バロン、昼バロンって言ってたけど私は勝手に、暑いけどね、あのいっぺん見に行ったことあるんですけど、バロンってあの、まあ、言うたら獅子舞みたいなやつやんか、あのガラスがいっぱいついてるわけですよ、ミラーが、はいはいはい、あれがねチカチカチカってするわけ、なるほど、昼前と、なるほど、あれが良かった、なるほど、ね、結局またバリの話してるんですけど、いい、いいですよ、バリ好きも聞いてください、はい、全言でかい、そうでしょ、そんなもんじゃない、なるほどね、うんとか、あとは結局ほらバビグリン食べに行こうかとか、バビグリンね、あのせっかく私らみたいな、一応ねあれはね、あのカスギアニアールです、ギャニアール名物ということで、今でこそほらな、別に南や北だでも食べれるけれども、もともとはこれはギャニアールというところの名物、県、ね、名産、はい、ギャニアール県の名産でございます、はい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 、いろいろしてね私ね、素晴らしいね、伊達27年すんいないですね、うん、今度ね、私あの月末、じゃあ 月、まあ、月末やねんけど、週末に日本に帰国するんですけど、数十年ぶりに、そう数十年ぶりにあの浦島太郎となって、そうですよ、あの着物をね着てね帯締めて、今日は私の晴れ姿、ガルダにまた上がって帰るのか、あのそうですね、あの関空にはあの牛車が待ってるわけですけれども、何しに帰るかって言ったら花見に帰るんですけど、
いつから見てないのかなと思って私調べてみました、過去のブログをこうたぐってですね、見てみたところ、なんと2008年から私桜を見てませんでした。2008年、ざっと何年前、8年前やから、28歳の時の、あら、まあそういうことにしとこうか、おいで帰るの、サバを読むのも難しい、こう何年前ってしなあかんから、何を、 花を見るためだけ、いやいや、花を見たついでにですね、オリジナルバッグ獅子のですね販売会っていうのをやろうかなと思ってましてですね、年に何回かやってる、年に2回ほどやってますけれども、それをですね東京と奈良ですんねんけど、その時にね販売会ばっかりでね、そんなにカバンもばっかりいらんという話でですね、去年から、はい、前からサバイバルインドネシア語教室ってほら私がやってる ね、リーさんも生徒になってくれとった時期がありましたけれども、やって、それをね1時間ぐらいかな、ちょっとこうサバイバルインドネシア語教室、特別編みたいなのでやってたの、でそれはバリが好きな人、インドネシアが好きな人もやし、一本勝負ですよ、関係ない人も、ただなんかこう喋りましょうみたいなんで来てくれて、簡単なインドネシア語とこれを作る、使うシチュエーションやそんなんを彼らのねインドネシア人、特にバリ人の毎日の生活様式などを説明して、私が実際、大変な目にあった時とかの話を交えながらやっててんけど、去年から、ちょっとこうまともにやってちょっとね、なんて言うんですか、セミナーまでもちろん行かないんですけど、もうちょっとしっかり場所借りてお話をする機会を作りましてですね、去年の7月かに初めて奈良で会ったんやけど、それが、何でしたかな、もう仮想妄想、ちょっと間違えてごめんなさい、仮想妄想バリ島引っ越し計画っていうのと、仮想妄想バリ島企業計画ね、なるほど、ビジネスを起こす企業っていうのと、あとまあサバイバルインドネシア語教室もしてたのね、でそれでなかなか評判が良かったのに味を占めて、今回は、東京でもやる、今回初の東京でやることになって、で奈良でもするんやけれども、奈良の会場は倍ぐらいちゃんとした会場で大きくて、それと1000人収容できる、1000人は入れへん、250人、収容の、素晴らしいわね、ですよ、こういうこと言うとさ、すごいね、資産さすがですねっていう人がおるわけ、いやいいじゃない、さすがって、そんな72席とか何言ってんだって話でしょ、20席じゃん、そうですよ、そんなもんですよ、それもね面白いのがね、で私まあどっちかっていうと、結構関西人らしい話し方じゃないですか、そうだね、おつやり関西風、イコールちょっと風じゃなかろ、くどいと、くどいと粘い、いや、くどいわけですよ、その喋りでこってこててで、この間もやったけど、これ東京でこのままやっていけんのかな、いけるんちゃう、いや心配になってんな、ほんならもう関東のお客さんがね、私ねちょっと動画を撮ってくれとったのを見たんですよ、ちょっと喋ってるの、ほう何がってね、やっぱ私基地歳から緊張したり人前に行くと喋れなくなっちゃう、標準語になっちゃう、マジで嘘ですないよね、いやねんけど若干ね、もう乗ってくるのもあるとめっちゃ喋るの早いね早いね、普段から喋るのは早いけど人前に行くともっと早いから、あえて動画で見るとものすごい早かったから、これはさ、そうだから、これはさ関西のネイティブが聞けばさ、分かるけども、関東の人とかが聞くと聞き取られへんとかあんのんちゃうかなと思って、なるほどね、で早口の漫才とかやと、サトルさんとかさ、なるほど、うちの旦那がね、何言ってるか全然わかんないなるほどっていうので、西の人、関西人じゃなくてもそのリーさんとかさ、西の人やったらまだ聞き取りやすいと思うねんけど、普通の関西人のレベルとしても今もゆっくり喋れるようにしてるけど早いわけよ、これでそう、で私がさ、オール阪神巨人、オールね、巨人さん何言ってるか私もほとんどわからへんねん、あの人も私半分ほとんどちゃうな、半分ぐらいしか分からへんね、なるほど、もうサトルさんなんかさっぱり分からへんらしいなみたいなもんでさ、やっぱりスピードが上がるとね、彼も滑舌はいいねんけど、何言ってるか分からへん、早すぎて、だからゆっくり喋らあかんなっていう回答ったら、関東のお客さんが、もう同じにしてくださいと、あららら、関東やからってね、ゆっくり喋ろうなんて思わずにね、もう直美さんのいつもの調子でガンガン言ってください、なるほど、いいんかな、
やったれ。それがね、あの予想を上回る、まあ、初めてということもあってですね、うん、あのいや座れるのがカフェの片隅なのね、うん、せやから、東京の方はね、そうそうそう、はい、せやからさ、私最初8席、うん、いっぱいあっても10席、うん、って思ってたのね、ほんで結構10名にはバタバタっといただいて、で予約締め切りってしたら面白いもんで、うんうん、予約っていうのはさ締め切ってからが問い合わせあるのね、結構。なるほど、あそうだね、そうやね、もうどうしても無理なのでしょ、もうちょっと余裕をぶっこいてたら締め切りですかダメですかとかキャンセル待ちをって言っていただいて、で、あの向こうの会場側のね、あのさんに連絡して、あそこ何ぐらい座れますかね、うん、いや椅子足したら15いけるよ直美さん、なるほどって言われて、15もあんなとこ入んなって思ってんけど、いけるとおっしゃるから、おうおう、であの急遽、12ぐらいに、ね、ううってなってたのを15にして、なるほど、4枠あんねんけど、ほんでまたもう予約バババッと入ってしまっていただいてですね、結局15席で4枠か、一つだけ14のとこがあったかな、うん、埋まってさ、すごいじゃない、そうやね、いやちょっとこれちゃんとせなあかんなと思ってんねんけど、すごい、それがねおもろいことに奈良、うん、関西、はい、去年のねその7月に会った時、まあ20人でいっぱいのところにですね、はいはいはい、一番多かった枠は25、6人いらっしゃって、うん、立ち見が出たのよね、で今回もね、今回はちょっとサバイバルなくして、もうちょっとこう、うん、あの16連冠のど根性なんだなんとかキーとかにも入ってる、であのもうちょっとその、この間ビザとかの話してたけど、そういうことよりも、うん、私の 主観をもっとガンガン入れてほしいっていうので、主観のいっぱいの枠も作って、うん、張り切ってやったところ、へガラガラうわどうもね懲りたね関西人がもういいわともういいよ、もうええわ、いいよいいよ、もういいよいいよ、いいよ、あのね、あの柔軟に入ってるとこもあるんやけど、結構ね余裕のあるところがありますんでね、来た方がいいですよ、関東の方、いいね、関西まで来た方そうそう、まあでも関西もまた逆に予約を締め切ったらそうだね、行ってくるのかもね、やめちゃおうかな、あの修学旅行生が25人とかね予約入るかもしれないんですけどね関西ね余裕があるんでね、あのその日にあの飛び込みもできてしまうんではなかろうかと思ってる、うん、あとねその週がね入学式がの時期みたいで、結構私の話聞きに行くの同世代の女性が多いから、そうかそうか、なんちゅう時期にやっとんねんと、ね、なるほどそれもあるね、ボケが思ってはるんかもしれないですけれども、ね、うん、そうなの、どっちが先発、東京が先発、東京が3月31日にってやって、うん、でもそっちの方がいいんやね、そうそうそう、奈良が、うん、いつかな789かな678かな、うん、789かな、うん、残しときますけど、そんなんなのね、なるほどな、まあいろいろあのさっきも言ったみたいにちょっと本当にあのビザとかそういう事務的なこと、あのクラスにはこれぐらい30日間降りたかったらこれでいける、なるほど、60日間の場合はこう1年間の場合やったらこうって分からへん最初、分からんね、そういう説明からあの家を選ぶ、コツとか具体的な金額とか、あとはその辺か、もう米ね10キロなんぼですかとかさ、なるほど、なるほど、子供いてはる人は学校ってどうなってますか、病院どうなってますか、はいはい、ね、あの食材とかどの辺で買うんですか、なるほど、あだこだこだあだ、あの日本の保険とかどうしてるんですかとか、そういうことをやったり、あと企業も、まあ、ビザやねとか起業するまでの金額とか、具体的にどういうのがいいんでしょうかみたいな話とかをすんねんけど、うんうん、まあ、まあそれは具体的な話はね、お話会来ていただいてる人にもちろんするんですけど、ええ、あのりーちゃんがね、ええ、はい、なんだっけ実際問題さ、うんうん、あの引っ越してきたのはあれは2年半前、ね、そう2年半前のことでした、うん、2年半前でやんか、ほんで2年半で見えてくることっていうのがあるじゃないですか、で特にそのあなたの場合は全く知らなかったわけじゃなくて、うん、旅行じゃないな、旅行もか、最初は旅行か、旅行、ね、最初から仕事、うん、仕事で何ですか、何の仕事、インテリアないインテリアですね、インテリア系の仕事を、していたもので、うん、その仕入れとかですか、そうでございます、であのりーちゃんはバリに来てたでしょ、 それは何年前から来てたの、もう14年ぐらい前から来てたんじゃない、14年前ぐらい来てたんや、うん、まあ、それで仕入れとかできて、その度にはどれぐらいの長さで来てた、何をスパン、うん、スパン、年に何回か、年に3回じゃないかしら、ほんで、うん、来たらどれぐらいおったの、10日よ、あ10日でやるんだ、大変やな、本当に
でコンテナいっぱいにせなあかんねや。そう20フィートね、すごいな。そうよ、だから遊んでない。一回も海入ったことなかったし、もちろん今も入ってないでしょ。うん、入んないね。なあ、めった入らない。うん、でその時から、この2年半前に引っ越ししようと思って、う、ね、うん、3匹の、うん、3匹の子豚ブフーウを連れ て, を連れて、D、サーカス一団に、ね、引っ越してきたわけでしょ、うん、はいはい、あの具体的にはそんなに働きすぎたから休もうかってこと、うん、そうね、ちょっと一回ちょっとね、ま、子供と向き合うほら時間がないべ、あなかったべや、朝から晩までやから。そうね、ああだって子供のねおむつ離れとかは全部保育園がしてくれた。もうできな、もうもう、うん、ご飯食べれるようになってるとか、そういうのでしょ。そうですよ、私も歯、長女なんか歯が2本目生えてきたぐらいまではあらーかわいい歯が生えてきてまんちゅねって言ったから8本まで知らんかったからね。あらららら、らでほら子供ってさ、ちっちゃい子って歯がね生えかけるとさ、むずがよくって、あの機嫌が悪いとか熱が出るっていうやん、はいはい、知らんかったもん。あ、そんなことあるんですかみたいななあ、じゃあいい子だったのねって言ったら、そういう子じゃなくて本人らは多分あったんやと思うね、機嫌悪いとか、ね、うんうん、熱ちょっと少々熱出てるとか、 そんなこと気にしてられへんかったやんか。そうです、同じようなもんです、ね、なその全 全くそんな感じやんか。 うちもあの3ヶ月かなんかから保育所掘り込まれてて ねおっぱいあげに行ってましたから途中で。一緒ですよ、あげに近くやったからね、行ってましたからね。いやそれがそれがね、ただ その母の、うん、が自分らはそれを選んだけれども、うん、それがいいっていうわけじゃないでしょ。 それがほらお家でさじっくりちゃんと見てる人らもいいなとも思うしさ、でもそのなんていうの、人と昼間全く会うことないんですっていう悩みを抱えてたら、そういう面では私は人と会うことが多かったらいいかったんかな、はい、でも歯が2本目から8本目までは気づかなかったなとかさある。ののかちゃんよく生えてますね、これもう8本も、いよいようちまだ 2,3 本ですけど、お母さんもう8本ですよ、見てあげてくださいって悲しい目で分かる、あの 若い保育士さんがその夢を持ってるわけよ、ね、子供たちをって分かる、悲しい目で、ね、もっと子供たちを見てあげてくださいって言われた、うん、そこで、見たいなと思ったよ、じっくり見て、まあ見て、まあ、もうちょっと向き合って、まあ、ちょっと一回ちょっとちょっと一回リセットボタンを押そうよと、うん、何にあなたの人生に、うん、もう一回もう全部パッとね、うん、全部もうごあさん一回ねっていう、うん、まあちょっとでもちょっと休みすぎたな、ね、最初1年って言ってたもんね、うん、そうそうそう、だからそういうパターンの人らもおるやん、あの、そうですね、子供たちと連れて、まあ、最近はさほら、うん、こうグリーンスクールとか、まあ、グリーンスクールをはじめとする海外の学校に入れてみたいとかさ、はい、そういうのとか、リーさんみたいなその仕事と今の今までの生活をちょっとあの悔い改めてじゃなくて、それはそれでいいわけやんか、まあまあ回ね、他のこともどうかなと思って来ました、うん、結構さもっとほらあの若いうちに来てしまうね、昔はほらあのバリ嫁と一般的に言われるバリの人のと結婚して住む人らが多かったんけど、そうだね、うん、あとはあの、まあ、こっちで開業とかね、うん、あの起業してみたいっていうことでいらっしゃる人とか、あとはほらリタイアメントの人な、もう年行ったらあのこっちに住みたいとか、あったかいとこでね、うん、うん、あとほらがっつり住まんでも真夏と真冬だけ来てる人らもおるでしょ、はいはい、いいですね、あらいいね、あれ羨ましい、ね、ああいうことをしてはる人とかで、まあリーさんはね、もちろん今、40分差やろ、本歳ね、本歳42歳か3歳ぐらいの、ね、うん、でそれで今子供3人な、小学生の子供連れて来たわけやん、はいはいはい、ほんでまあ最初1年かななんて言って、そうだ、ね、で気に入ったから2年おるかなって言って、そうでこのまま2度あることも3度あるって言って ね3年に突入しつつ、ま、これ子供がさ、うん、好きだっつうんだこっちが、こっちがね、うん、それが意外だったよね、意外というか、うん、結構ねほらこっち住んでてもさ、うん、小学校ある程度大きくなってくるとさ、うん、あの春休みとか夏休み冬休みの時に日本に帰って、うん、 その時に日本の学校に入ったりするわけよ ねみんな、うん、あのちょっと ね、うちもこの間1週間、はい、5日間だけ行きましたけれども、でそれ行ったら、へ、え、こんな世界があるのと知った子どもたちが、うん、結構ね日本に学校行きたいとか、うん、日本の方がいいとか言っちゃうわけ ね、うん、そ, うだね、でそういうのがあって、であの教育のことでね、あのインドネシアもすごいどっちかって言ったらあのちょっと前の日本みたいなもんですごいあの教育熱心は熱心や、うん、せやけどあの学校は日本の学校にね中学校高校とかはやりたいからって言って心配、うん、心配になってとか、まあ、そっちを選んで帰る人っていうのが多いわけや、はいはい、多いですね、せやけど今リー家の、あの夫婦は、うん、みんな
みんなこっちがいいっていうね。あ、本当。なぜって言ったら宿題が少ないって。いや、それも大きな理由の一つやもんね。まあ、まあ、理由です。大きいのはそれ。うん、まあ大きくはない、ね。うん、楽しそうに英語でやってんもんな。楽そうだって。まあ、うちの子はあの ABCD までしか読めず書けずでしたから。うん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 、ねえ、上はよかったよね。まあ、ねすごいだってみんなだあの学校時々行ってさ喋ってたら全然英語でみんなベラベラやってんもん ね、うん、ねやってねインスタグラムなんかしてね、まあ、ねしなさいい今時の子ですよね最初はどうなることかと思ったけどねっていうぐらい悩んでたやん悩んでるよやけども全然彼らはすごい楽しそうにしてるうん、私なんかこの間もあのレストランレストランちゃうわワルンね、うん、学食のところに用事があったか行ったらさ、はい、もうあの子供らでわー追いかけっことかしてなんか英語でちょっと待ってとかってさ次あなたの、ね、It's my turn とか言ってさ私見てHi Naomiみたいな感じだったもんね誰ですか誰ですか花ですかみたいな花ですかそうそれはありがたいよね自分は痛いけどさ、うん、あの子供は嫌がってるとかって辛いそれかなりそういうパターンもあるでしょ、うん、あれもちろんありますねこっちで聞いてるとねもちろんある私もほら私は99年からこバリにおるけどさ、うん、2004年から4年半日本を中心に仕事してたでしょ、うん、バリにしょっちゅう来て、うん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 、でその時に子供たちは生まれてるから、はいはい、あの野の香はあのお姉ちゃんね、はいはい、娘はほら 2歳半でこっち来たけども、うん、2歳半やったら女の子やしさもう結構しっかりしてたわけね、はいはい、で保育所に3ヶ月から行ってて、うん、であの仕切り倒したわけよ、はいはいはい、クラスが11人中10人が男の子、うん、彼女が1人女の子じゃあ女の子仕切りやん絶対にそれぐらいの年の子らなんか完全にほらやったのにこっち来てさ言葉自分が 言いたいことも言われへん、うん、相手が言ってることも分かれへん、うん、であの無口キャラに変わりましたけれどもあの時とかってすんごい怒ってたもんへいや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 あ、まあ、2歳半やったらそうやな誰も聞いてくれないってそりゃそうや言うことも分かってくれないって言って見たこともないような顔したもんねあそう悪いなと思ったけど悪いなと思ったけどあの決まってることやから、うん、よごめんねよろしくっていう感じでいかんとこっちがやっぱりいやねめげるよねあのこうなんていうのこっちが揺らぐとそうだ、ね、あれ向こうがねなるほどそんなそこまでして来ることでもなかったんってなってまうからそこでごめんねとかってメソメソみたいなあの、まあ、するのも一つのあれだと思うけど私はここで何を言ってんねんとこんなら金出してもなあの得られへんあの機会ですよラッキーいつか絶対良かったと思う時が来るからあのラッキーって言ったんだね悪いなと思ったけど、うんうん、思ったけど言っといたやろ、ねうん、ラッキーないでこんなんって、うんほんま、今はそれをひしひしと感じてるやろ本人あのね、うん、これはね例えばもう、まあ、もうちょってその日本いよいよ戻った時とか次のところに行った時に思うんじゃん、うん、もうちょっと大きなってから今はほら宿題が少ないところで折れるし、うんうん、あの例えばなんかあの英語も話せるしって、うん、わちょっと違うの嬉しいなと思うやるけど、うん、やっぱそういう例えば日本に戻ったりした時に、うん、あもう一つの考え方、うん、もう一つじゃないやんかもう行く場所もあるしこういうことができるねここに学校に来るんやったら例えばピアスなんか例えば日本やったらあかんのかな、ね、あかんって言われるやんでもそれがなんであかんのんですかって聞く子はおらんわけやん、はい、あかんからあかんねやって言われるやん、うんうんうん、なんであかんの向こうの学校やったら行けた でそれが勉学に何の支障もきたしてなかった、うん、でそこで日本の学校にピアスをつけていかないにしろ、はい、決まりやからな、うんうん、行かないにしろあ日本では勉学になんとかとかあの関係なくてもルールというもので決められるんやへーしょうもなとか、うん、へあそれはそれで大事やなとかいうのが分かるやんそれにそこだけしか知らんかったらさ結局何がピアスに限らずそれなんであかんのっていやでもあかんって言われてるからって大人も多いやんで私いつもさあのほらあの何だっけどっちでどっちで坊やかって私に言うけど私どっちでどっちでと思うわけよ、うん、え何があかんのですかピアスがあかんのですかそれともピアスをつける行為があかんのですか一体何があかんのですかいやつけてきえへんけれども、うん、理由を教えてほしいわけなるほどねで私はあのなかなかワイルドなね、うんあの地域に暮らしてたもので、はいはい、あの小学校中学校特にねなかなかあの、まあ、ジャリンコチェーンまではもちろん行かないですよ行かないですけど、まあ、ワイルドなところにおったからさあの降りながらねなんでどっちで坊やになったのか分からへんけれどもやっぱそのどっちでどっちでって思うのはあのいいんじゃないいろいろ世界をいいことだと思うよ、うんうんあのまあ、一応あの日本とバリだけやけどねなんでやろうって違うやん明らかに違うな
なんでやろう、どうしてかな。で日本で逆にいいよと言われることがここではあかんかったりするわけやろ。そうだね、そういう違いをね知るというのはやっぱり、ね、心変われば、うんうん、それはまた今度 あっちに戻った時にも思うんじゃない。そうだね、あ郷にいればっていうのはね、うん、まあ、日本人ぐらいじゃない、でも郷にいればっていうのは、郷にいれば、あ郷に従いっていうのはね、うん、そうね、あのみあの人にもよる、だからどっちってとは言わないんじゃない、人にもよるやろうけども、やっぱりあのよいしょされてる、よいしょよいしょとされている国の人たちね、はいはいはい、あの特に英語圏の人たちとかは、はいはいはい、あのえだってこれ私たちのやり方だからっていうので押し切ってる人たちはおるよね、うん、あの机の上に足乗っけるのね、うん、あれだけはちょっと勘弁してほしいなと私は思ってるんですけど。なるほど、やっちゃうんだそれ。やっちゃうよ。この間だから学食行った時も子供が机の上に足上げてたけど、上げてない子もいるわけよ。上げるの？上げるのよ、ご飯を食べるテーブルの上に、ね、そうそうそう、ここに上げるわけ、はい、時々靴履いたまま上げるからね。はー、うん、ああいうのでほら白人の人でやってる人とかおるやん、はー、車のとこ足上げたりとかさ、はい、であのやるのは分かった私、うん、やる人たちが一部みんなじゃない、そやけど、うん、例えばそこに、会社の取引でね、相手の会社の方が来るとか、はいはい、51分待たされた話とか、うん、まあ、それを置いてとか、例えばあの女王様、ええ、ね、エルザベースとテイラーの方じゃない、テイラーじゃない、うん、テイラーでもいいけどさ、うん、あの会う約束してて、うん、エリザベスが前に座った時に、あなたは机の上に足置くんですかって言ったら置かないわけでしょ。置かないですね。じゃあなんで置かないんですかというと、じゃあなんで置くんですかというと、礼儀マナーが悪いね。そうだよ、そういうことだ、ええかと思ってやってるわけやろ、うん、それを家やったらまだいいや、うん、自分のこうスペースやねんからな。 そうだね、それあの公衆の面前で、ね、そうそうそう、公衆の面前で、ね、私がやってるあのベジタリアンカフェとかよく置いてる人がいるんですけれども、でさらに学校の学食の机ってさあかんね、あかんな、それはあれは言語道断です。そうだね、私が見たらあの蹴るやつやね、うん、蹴るタイプやねんけど、そこねなイヤホンしてあのなんか iPad かなんか見てやってて行儀悪いなと思って思ったんやけど、うんうん、まあでもそれもね、そうそう、先生も注意しない、うん、別にしてなかったね、腹が立つの、うん、こらって言わなかったね、じゃらら広島のテーマが、うんうん、いやほんでさ、まあ、話はそれだけどさ、あのさっきも言ったけどね、はいはい、あの旅行で来て、旅行じゃないねんけど、まあ、仕事で来てたからある程度本気やねんけどさ、あります、あの仕事で来てて、その、例えば年に 2,3 回10日ずつぐらい来てた時と、うん、実際じっくり住んでみて、うん、の違いってあります？あのギャップですか？ギャップはだからその、住む前から、大変やと思ってたのに簡単やったでもいいし、はいはい、簡単やと思ってたらそんなことが実はすごい大変やったとか、別に、うん、あこういうことをあどっちでもなかったでもいいけど、あります？考えてましたけどね、さっき一生懸命考えてたね、ちょっとそう来ると思うな、そんな話しとったやろどうですか、ありますか？どうやろね、いいですよ、なんか考えてた、いいっていう意味ではね、うん、あのもうちょっとこう食べ物がきついかなと思ってた、例えばバリ料理とかさ、ナシチャンプルってほら、はいはい、いつもナシゴレンあのしか食べないからさ、はい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 、お腹壊したら困るから、うんうんうん、ね、うん、ミーゴレンかナシゴレンしか食べないじゃん、はい、ね、で、うん、バビグリーン食べても二度と食うかと思って、それは好みの問題ね、このいやいや、その時にちょっと脂っこかったんよ、うんうん、ほんで結局そのそういう意味では、うん、ちょっと食べ物大丈夫かなってちょっと思ってて、あ、まあ、でもナシゴレン食っときゃええわと、ああ美味しい、インドネシア料理があってこと、はい、うん、ものすごく美味しい、ああそう合うね、はいはい、3年、はい、3年経っても美味しい、美味しい、あこれはね恋しくなるもんね、ちょっと日本に帰る時もね、あそうね、あのね、辛さがね足らんなと思う時あるよ ね、まあ、普通のすごいなんていうの、健全なんじゃないな、正統派の和食やったらそれはそれやねんけど、うんうんうん、ちょっとした例えば、まあ、チャーハンみたいなとか、うん、ああいう感じのもんで辛いのないと、そうあれちょっとなんか辛いもんないですかってね、まあ、なんちゅうその美味しいね、やっぱり全てのスパイスが取れる国なんでしょ、うん、ここはね、あそうなんや、うん、だからインドネシアはほら欲しかったんですよ、他の国々が、あなるほど、インドネシアだけですから、あそうですか、全部が取れるっていうのが、へだってクミンでも何でもかんでもいっぱい売ってるじゃん、一番にね、グリーンカルダモン取れないよね、あカルダモンあるのかな、インド行かなきゃダメか、インド行ってそれは結構ね、まあ、でもそうなんだな、ね、あのいろんなものが取れんじゃない、やっぱりたあの子供も最初辛いもんダメだけど、うんうん、みんな食べれるようにならない、こっち来たら、ね、なるね、ちょっとですね、そうあれは痛みだからね、辛みは味覚じゃないから、痛みだから舐めるんですって、そう
ペチ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 叩かれたらいつか慣れるっていう、うちの子供と一緒だよ。あ、なるほど。今叩いても何もしやすい。あ、なるほどね。あ、なるほど、そういうことがありますか。ね、であとは、まあ、まあ観光地やからね、いろんなほら分野の料理が食べれるね。あ、それはね、ありがたいよね。モロカンなんてそうやな、食べれないよね。うん、それはある。イタリアも結構本格的なのが翼あるじゃない、うんうん、あるある。和食もね、和食もあるし、普通にもう何でもある。ないだからね、それね、面白いのがさ、うん、だからジャワに行って、うん、まあ、ジャカルタなんかはさ、うん、本国のさ、なんかチェーン展開してるのとかが入ってるから、うん、それなりに美味しいやろうけど、うん、バンドゥンとかに行った時に、うん、あるのよ、西洋料理、西洋料理は要はウエスタンよ、はい、パスタとかさ、ピザとか。今時さ、うん、日本のさ、うん、田舎行ってもな、うん、例えば鳥取行ったり山口行ってもな怒られるで、うん、怒られる、まあ、奈良行ってもな、うん、ほんまにさ本格的なさ石窯で焼いたピザとか出てくるわけやん。パスタもさ、はいはい、でありますよ。私ローマでさピザ食べた時にさ、うん、美味しかったって言われたらね、いや日本のイタリアンすごいなと思った、ね、うん、いや、ま、あの勝手に負けてるじゃなくて、うん、同じやもん。美味しいよね。で粉も直送でさ、で日本人が真面目やからさ、本場で習った組み方で石窯作ってやっとるやん。はい、日本のイタリアンと何ら遜色ないと思ったみたいなもんでさ、はい、うん、せやねんけど、そのバンドゥンでさ、ヒエメスタンがさ、うん、まあ、2,3 店舗入ってんけど、おうおう、あの店構えとかすごいおしゃれやねん。なるほど、しゃれてんねん。で中入って頼むと、あ、これなんか見て作っ食べたことない人が、うん、一生懸命見て真似して作ってんなっていう。なるほど、あのピザを見て、うん、そう、じゃあこれを作れるようになってください。食べたことはない、うん、食べたことはない、これを作りなさい、ここにある材料で、ね、そうそうそう、サンタクロースみたいなもんで、会ったことはないけど、多分こんな感じやろみたいな感じでやってるっていうさ。でね、ほんまにね、あの何やろ、あの空港とかさ、うん、あのサービスエリアとかのレベルを下回るものがすごいこじゃれた、もうガンガンお客さんが来てるカフェとかで出てくるね。うん、知らんねんもだってみんな、こういうもんだと思ってる、うん、でバンドゥンもさ、いつ昔はその紡績っていう の、 あの布関係が栄えたからさ外国人おったんやろうけど、うんうん、今時少ないからかな。なるほど、その外国人が少ないから、ええー、ねん、その多分こんなんみたいな、うん、大体や、大体 や、ね、で作ってはるからさ、うん、あれはね、そういうこと、あ、こういうことかと思う。でそれやけどなんか知らんけどね、うん、絶対ね、あのテレビがあのあれ面白いね、あるね、ジャカルタも、うん、テレビがあるのね、絶対に。ジャカルタだよ、ね、どんだけ洒落た店でもテレビあるのね、ガツンとね、うん、うん、とかなんか、 なんかかけとんねん。わかる、テレビ見ながらしかご飯食べられんのかな、うん、昔の日本みたいな感じやな、うんうん、あるある、うん、テレビあるとちょっとあの、うん、でピッツァバグスとかと見てしまうねんけどね、おやな、意味もなくサッカーとか見てまうねんけど、うん、やってるやってる、そうそうそう、だからまだ食べ物はね、バリはありがたいよね、まあ、いい、ものすごくね、うん、そういう意味でチョイスが多いですね。まあ、まあ当たり前なんだけど虫が多いところは嫌だね。虫が多いね、今日もね、もうね、全身鳥肌が立ったね。あ、何、あの家のね、あの何かをパッと上げた瞬間、本当に今思い出してもね、もう本当にね、何が出た、何が出た、アンツですわ。あ、アンツか、アンツなんですけど、あ、卵運んでた、でっかいアンツなんですよ、でっかいアンツ、アリね、米がなんでこんなにっていうぐらい卵を産んでて、あ、産んでるの、分かる分かる分かる、運んでるでしょ、いやいやいや、まあ、そこであの営んでたから別に運びもしない、あ、そこが家やったん、家やったん、もうね、それスコップでザッと取って、何を言う、たっぷり油をいた、溜めたフライパンの中にザッと入れて、あ、だから家具を食べて生きとってん、あ、そやろ、だからあれですよ、あのシロアリですよ、要は、まあ、いつもう久しぶりに全身、カスカスもう、うん、頭の背から足の先まで、そう、ね、あの身の毛が虫ね、うん、虫もなんですけど、はい、こっちの家ってほら、うん、屋外でしょ、はい、いろんなとこがこう開いてるよ、ね、オープンでしょ、うん、カエルがねすごく入ってくる時期あるでしょ、ゲリベンガエルがいます、いや、もうそういうゲリベンガエル、ほんとごめんなさい、食事中の方、そうだよ、カエルでしょ、カエルですよ、いや、何がしと間違えるようなカエル、うん、カエルが常に家の中におる時期があるね、あるうん、あれどっから入ってきてるんだろうね、分からん、家の中、いやいや、まあどっから入ってくんのかなって、だからオープンやからさ、いろいろ入ってくんだけど、うん、うん、そういう、でもこうよじ登れはしないじゃん、あ、ね、ね、2階のの、いや、1階やけどここに入れんやろっちゅうようなのね、うん、なんか扉開いてるとか下とかどっかかしら開けた時に入ってんのかね、入ってくんだろうね、うん、蛇とかね、
ヘビは見たことない。ヘビはね、うちは私はないな。ありますけどね。ネズミが赤ちゃん産んでる。ネズミがね、あります。うち猫来てからいませんけども。いいで、うち屋根裏に住んでるやん、ね。あとほら、うち隣の草原原っぱのところで水トカゲがおりますからね。うん、わあすごいなそれ。水トカゲあれですよ。アルーのこと。アルーというやつですよ。アルーなんだ。水トカゲ。食べてよし。おな炒めてよし一緒やな、うん、皮で財布作ってよし、そうそう、いいんちゃう分からへんけど、ね、でかいよね、大きいね、80センチから1メーターぐらいになるのが、うち3頭ぐらい、お宅の卵、あ、そう、うちの鶏の卵を食べて大きくなってるやつ ね、 ね、うん、高天やろ、高天ね、大きい大きなってね、3頭もね、うん、うわいいですね、あんなんとかね、見たあかんようなその動物園におるタイプちゃうかなっていうようなものが歩いてたりすることはあるね、うん、でもね、奈良も、奈良の実家もキジが来てたからね、ケンケンつってさ、本当よ、本当、なんかキーンかなんかのかな、だからまあね、そういう意味ではウブダは特に野生、あの自然の多い、そうだね、だからある意味慣れることもできるよね、慣れることもできる、うん、普通だったら家の中にカエルがあったらもう悲鳴ですわ、だけどまた来たん、そうね、日本のマンションとかやったらびっくりするもんね、もうびっくりするでしょ、じゃない、キャーイ、そうやろ、まあ特権もそうやけど、あ、だからね、こっちで慣れてるとね、日本でね、大概のも出てきてもでしょ、あー、いるかな、でしょ、だってアリがいるでさ、さっきのさ、例えば卵をわっさわっさやってるね、家とかやったら別やけど、例えば家の中にさ、ちょっとアリコ、アリンコがトトトトトって歩いてるとするやん、うん、うわアリがーっていう人とかを見ると、うんうんうん、でもあんなやったら、あ、アリはおるよな、あとハエハエとか言う人、うん、ハエハエをね、うん、おるよね、お、いるいる、うん、でもなんか親の敵みたいにね、親の敵、そうそうそう、私はあんまりハエなんと思う、うん、あとなんか虫嫌いな人は厳しいかもな、そうやな、うん、どっちが勝つか、バリ好き、バリが好きなのと虫が好きなの、慣れる、これは慣れる、慣れますか、もうこんだけおったら慣れる、あ、そうですか、ただ嬉しくはないけどね、嬉しくはないか、あと思ったほど物価が安くは生きれないかな、確かにね、近年ね特にそう、もうこの、ね、この5、6年7年ぐらいが家賃が高いわ、家賃高いね、家賃奈良の方が安いもん、どう考えても、うん、そうだからそれは感じる、まあ、もちろん私たちはビザ代っていうものがかかるからね、そうですね、あの30日以上、うん、延長料金が ね、うん、かかったりするのもあるし、ね、やっぱり日本人が日本料理を普通に食べるとかさ、ああいうになるとやっぱりあかかるもんなんやな、かかってくるよね、うん、思ったよりっていう感じだからね、だからすごく気軽に安いし、そうそうそう、うん、バリ好きやから行こうかっていうのには、2ヶ月ぐらいまでか、そうだね、意外にお金使うよね、お金使うもんね、うん、あの日本でもお金かかるし、バリの方があったかそうやし、引っ越ししようかな1年2年3年ぐらいっていう気持ちで来るにはお金がかかりすぎる、かかるね、まだスペインにいた方がかからなかったと思う私そうかもな、あの、うん、めっちゃ好きっていう、うん、なんか理由がないと、うん、そこまで長くは折れないところかもしれないね、うん、それは感じるね、私もほら今私はあれでしょ、その就労とかあの会社 の、はいはいはい、あのあれでビザと払ってるでしょ、で毎年毎年も法律が変わってきて、これはねほんまに本腰入れてね、ちょっと待ってね、本気であのやらないともう無理だから、昔みたいにちょっとあの気軽に来てね、あのそうじゃろ、食堂でもしてカフェでもしてちょっとお土産屋さんやっていけるんですよねっていうにはねちょっと厳しくなってきてね、まあ、本気でやるか、かなりお金ある程度持ってくるか、ね、か、うん、ほんまに好きっていうところで、うん、どっかで折り合いつけてやらんと、うん、っていうのはそうかもね、か悲しいからね、気軽に来てほしい、私も気軽に来てほしいし、うん、やってほしいねんけど、あの気軽に行く前にちょっとね、向こうに行ってからどうするかというシステムというか、うん、あの考えてから心づもりはした方がいいね、そうするにはどうしたらいいかって、やっぱ私のお話かよ、奈良に聞きに来てもらってうまいことこうなるわけ、まあ、後がよろしいじゃないのよ、他ないですか、意外にね大変やと思ってて楽やった、あ、そうか、そりゃご飯か、うん、何があるかな、何やろうね、インドネシア語はね、うん、まあ、もちろんあのサバイバルもとてもね、はいはい、うん、あの日常で使ってて、まあ、うちにはね、あのお手伝いさん注文が来てね、見てるから彼女とやりながら、ね、あ、おかしいなと思ったのをサバイバルで聞いたり、うん、そういうのでちょっと、はいはいはい、あれだから言語が楽だったね、うん、あ、よかったね、うん、インドネシア語はね、リーさんはね
できたのがいいよね。いや羨ましい。いやね、ありがたかったですよ。インドネシア語ね、うん、私もなんほんまにちゃんとしたインドネシア語もしたいんやけど、最近子供の関係のがあるからさ、うん、思ったよりね、うん、英語がね、そうですね、いやいや普通に暮らしてる分にはいらんやん、いらない、ね、普通に暮らしてのんきにしてる分やねんけど、私は子供の学校と、私はほら 何を思ったかな、ベジタリアンカフェをやっちまったもんでさ、うん、で多いね、今スタジオの経営も入ってきたでしょ、はい、英語があら人任せにはできるんで、あかんあかん、いやじゃあどうしたらいいんですか今から英語、カンバセーション、なんか分かってるふりして相づち打って、ここ笑うとこって言って、どこで笑ったらやねん。でもそんな商談できんやないうちほら今賢くにおるから、隣に。あ、そうかそうか、まあでもね英語は やりたいんですよ、機会があれば、ね、やりたいやりたいって言ってるうちはやらないんですよ、もう人に言ってんねん、私はね、やりたいですって言ってるうちはからもうやりました、やる人はやりましたって言ってるんです、そうですよ、っていうくせに自分は英語がねなんてさおまりが書いちゃったからね、うちの場合、あ、なんか具合のいい、じゃあハンサムガイを、いやいいですね、探しますか、うん、そうしよう、ほんでそうしようか、そうしよう、じゃあ、次回はですね、私がちょっとね、日本がねリチャードがいいの、リチャードよりあのジョージがいいんですけど、ジョージ、うん、ジョージがいいんですけれどもお猿じゃない方のジョージとお願いしジョージとジョージでお願いしたいんですけど、いいす、ね、私がちょっと日本帰ってしまいますので、スカイプ宴会、スカイプ宴会、スカイプラジオ、一人レディオがもしかしたらあるかもしれないんですけど、 いやいや、ちょっとね先生はね、うん、探しましょうよ、それ探そう、うん、で毎日毎回こう一口英会話ね、一口英会話、そういいよ、なんかあのダンディーなね、ダンディーな、ね、若いあのツルツルな子っていうよりも、うん、ちょっとあの年金のちょっと入った感じの白髪混じりで、いいですよ、もちろんそうですよ、ジョージのような、いいですね、ちょっとそういう感じの英語圏の方がいらっしゃったらですね、どしどしご応募ください、そうですね、ここまで多戦地戦と言いません、多戦地戦それそんな人は聞いてないね、とりあえず聞いてない、全然聞いてない、わかりました、じゃあそんなことでね、はい、今度は、はい、で4月です、4月にね、向けて、新しい、皆さん生活が始まる人も多いでしょう、学期、そう、ね、学校変わったり入学式やなんやかんやがございます、終わりましたかね、そうですね、うんうん、でその時の私たちもぜひ英語のイングリッシュレッスン1ね、うん、できると ねいいかもしれないんですけど、今年なほんまに英語な、まあ、やってみたいと思う、でもあんまりね、ダンディでね、セクシーなんですね、先生だとね、英語をやってる場合じゃないですよ、どっちがどれだけ抜け駆けするかみたいな直美今日今晩影武者一緒に行こうって今言わんといてみたいなね、なるほどなるほど、誘い上手になるかもしれないね、そうですね、ブロックサインが、ナオミのブロックサインが出ますからそれで行きたいと思っていますので、どうぞよろしくです、今宵もじゃあ楽しくジャパンを楽しんでらっしゃるあなた、花見な行きますわ、ね、お話したい、これ聞いてる人でね、日本で会う人もいるかと思いますので、うん、その時はどうぞよろしくお願いいたします、うん、では今日はこの辺で、番組の名前は言うの言わなかったね、ね、今日はこの辺で、はい、それ第4回目でした、また会いましょうね、今回も長かったです、当たり前ちゃんねベベクメクだよみたいな、ベベクもうええちゅうの
ー